はい、そして周りの方からですね、まあ、あまりにも自由すぎるイリのミユ情報が本当ですか、こちらに入ってきております。マネージャーさんからのこちら情報なんですけれども、はい、切符もよくなくすと、切符もよく、まあ、切符というかそう新幹線の切符をですね、はい、マネージャーといつも移動するときは新幹線の改札を通るときもらって、事前にあんまもらわないんですよ、通るときにもらって、うん、通したら渡す、もうこういう基本なんですよ、すぐなくしちゃうからすぐなくすから、はい、その時はたまたま降りる直前に、新幹線降りる直前に僕は手を出したらしくて、はい、それをマネージャーが渡して、で俺はここに入れた、こっちの後ろポケットに入れたんですよ、はい、僕は今ここに入れましたよ、はい見ましたか、これですよって言おうとしたところまでは覚えてるんですよ言わなかったんです、言わなかったけど言おうとしたっていうことを覚えてれば忘れないだろうと、ここに入れたんだしって改札行ったらなくなってたんですよ、まさに神隠し、いや本当にまさにですよ、ね、神隠しですよ。忘れ物以外にもこんな情報がございます、はい、これって何と聞かれ、説明している途中で興味が薄れると明らかに聞いてない状態になるこれは本当ですか。そうです、いやそんなつもりはありませんいやそうなんです、実際さっきもありました、あ何マネージャーがあのなんか曲もあんまり覚えてないんですけどまだまだあります、まだあるんです、はい、食事をしていると顔に食べ物を つけていて全く気づかないことがある、はい、普通ここについてたりとか、まあ、こことかあるじゃないですか、ね、口周りなんかこことかこことかなんか えっていうところについてることは多いんですか。どういう食べ方してるんですか。いや普通に食べてるはずなんですけどね。昔からもうそういうなんか天然だなとか言われてたんですか。いや天然って言われたことはないと思うんですけど天然の人って絶対これ言いますからね、僕天然じゃないですそうなのかな。